はい、皆さんこんにちは。本日マウンテングラフィックを始めます。よろしくお願いします。で、今回なんですけれども、雪山応援キャンペーン第3弾という形で、まあ見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、ゴーグル、そしてバラクラバを今つけております。で、ちょっと今回のテーマ、こちらのホワイトボードご覧ください。バラクラバ、ゴーグル、絶対に曇らせないぞスペシャルです。多分ね、これから雪山始める方、多分バラクラバ、ゴーグルって雪山では、多分必須のアイテムになるかなと思うんですけれども、結構ね、高いもので失敗して買ってほしくないかなってまず思っているのと、買った後にこう実際にこう雪山に行きますっていう時に、曇って全く見えないであったりとか、バラクラバ暑すぎてなんかちょっと登山がしづらいとか、多分ね、いろいろね、失敗して買ってしまうと、まあ登山中でも結構困るかなと思いますので、ちょっと私がね、実際に、気づいたこと、ちょっとご説明簡単に入りたいかなと思ってます。では、バラクラバを簡単にちょっとご説明していこうかなと思います。まず、バラクラバって何なんですかと。これね、目出し帽です。これ、ね、こう外すと、こんな感じですね。これが、バラクラバの状態で、完全に目しか基本出ない状態になっていると。ちょっとね、犯罪者チックな感じなんですけど、非常に雪山では必須のアイテムというふうに言われております。で、バラクラバって登山でつけるとどうなるのかっていうと、晴天時、例えばね、晴れた日とかに、例えばこれをこういう状態でやってるとね、ただただ暑いです。で、息もしづらいです。やっぱ何かマスクつけたら、なんか息苦しいと思うんですけど、これもね、要は生地なんで、あるかないかで、熱くなるんですよね。で、そういったのがあるので、じゃあ何を選んだらいいのか、そこについて説明していこうかなと。じゃあ、下の方になんですけど、生地についてちょっとご説明したいかなと思ってまして、まあ、ポリエステル、ナイロン、ウール、あとね、化繊とかいろいろあるんですけど、代表的なこの3つでちょっと話していこうかなと思ってます。で、今私がつけているのが、こちらがね、私一番おすすめかなと思ってます。フェニックスさんの、バラクラバになってます。特徴、こちらがポリエステルの素材で非常に薄手のもの。そして、口のところに穴が開いている形状になっております。ちょっと見えるかわかんないんですけど、ポリエステルの特徴としては速乾性、そして軽さ、丈夫さがあると。で、基本的には、口元はこう、外しているか、バラクラバを晴天時はつけてないと思います。バラクラバをつけるときって、凍傷になるとか、寒すぎて、保温をして温めるとか、多分そういったようなものになるので、基本的には、まあ、晴天時で寒さとか大丈夫だったら、多分つけないケースの方が多いんじゃないかなと、私は実際に、登山をしていて思ってます。で、他の二つの生地、ナイロンについては、防風性、防水性が、まあ、高いと。で、例えば、ナイロンの生地なんですけど、一応私も、こちらです。マウンテンハードウェアさんのナイロンの生地、ナイロンの生地持ってるんですけど、非常にね、このバラクラバが薄手に対して、こちらも中で、ちょっとね、頑丈な感じがすごいです。こっちは本当、軽さ、薄さっていうところなんですけど、これは非常にしっかりしているもの。防風性、防水性はいいと。そして、3つ目がウール。ウールっていうとやっぱりメリノウールとかいろいろ肌着とかで着ると思うんですけど、非常に保温性が高いんですけど、風に弱い。逆に保温性があるから、このバラクラバにすると暑すぎちゃうっていう問題があるかなと。で、私が思うバラクラバの選び方なんですけれども、基本的には非常に薄手のものを選んでいただきたいかなと。で、薄手で行動中、息がしやすいように鼻かこういうふうに口に穴が開いていて息がしやすい構造のものがまずいいかなと思っております。はい。なので、まあ薄手のものをまず第一に選んだ方がいいかなと思うんですけれども、もっと風がすごくなったりとか、そういったもっと保温力を高めるっていう時は多分ナイロンの方が良いかなと。で、要は一つのバラクラバで対処できる環境下なのかっていうと多分そうじゃないと思うんで、正直私は行動とか普通にバラクラバを普通につける状態での日帰り登山のところとかだったら多分ポリエステルの薄手がいいかなと思うんですけれども、もう風がどんどん強くなってきてしまうとか、このポリエステルの
例えばこのバラクラバが使い物にならなかった時の控えっていうところでナイロンがあるとか、より保温力が高いウールをプラスで持っていくとかっていうことを考えると、バラクラバは安全を考えると2つあった方がいいと思います。でもその中でもこの薄手のものを選んでしっかり目以外を隠せる状態を取るっていうのが非常に重要かなと。で、薄手じゃないと暑いんで顔から熱が出てくると、そうするとゴーグルが曇るって問題があるんですよね。なんで口元は基本外して涼しい状態にしておくっていうのが重要かなと思います。次なんですけど、ゴーグルについて説明しようかなと。私あのスワンさんですかね、こちらのゴーグルを使っております。ゴーグルを使うとき、まずね、基本はねサングラスです。サングラスのいいところが風が入ってきたりとかするので曇らないっていうのが、まあ良いところなんですけど、ゴーグルっていうのはこうつけると、つけるとこの中の空間が熱とかでとか水蒸気が入ると曇っちゃうんですよね。なんでより見やすいとか考えると、曇りづらさとかを考えるとサングラスの方が曇りづらい、でゴーグルは曇りやすいもので、この曇りづらくするようにゴーグルを使うってなると、バラクラバと、ゴーグルのをしっかり両方掛け合わせていいものを使った方がいいかなと思ってます。でちなみにあのゴーグルはいつ使うかっていうと、逆にサングラスが使えないとき、サングラスっていうのは天気が良い日であったりとか、まあ、風もそんな強くない日って多分使えるかなと思うんですけれども、ゴーグルは逆です。吹雪、強風、気温が低すぎるとき、そういったときに使います。要はこれ目を守るプロテクトの代わりにもなるので、雪とかが舞い上がってきて目に当たらないようにするであったりとか、やっぱり目の保護とかっていうことを考えると、非常に、ゴーグルの方がそこは優勢になるかなと思ってます。はい。で、次なんですけど、ゴーグルの色をどういうふうに選ぶか。で今私がつけているのが、こちら赤いタイプ。ちょっとこちら見ていただいて、イエロー、オレンジ、赤色っていうところは、視界が悪い、暗い時、曇りの時、吹雪いてる時でも、天気が悪い時にちょっと明るく見えるっていうのが特徴になります。で、逆にそれ以外、例えばこういう透明系、黒系、とかなんですけど、こういうのをやると、曇りの中に暗い系とか、やるとね、全く何も見えなくない。まあ、もう暗闇の世界になります。なんで、ゴーグルが基本吹雪、強風、気温が低い、天気が悪い時に使うってことを考えると、選ぶゴーグルの色っていうのは、オレンジ、赤色、イエロー系っていうような、そういった色を選ぶ必要性があると思っております。で最後に、ゴーグルのつけるタイミングの話なんですけれども、基本は、こう上にずーっと置いちゃってる人とか、もうつけないで置いちゃってる人とかもいると思うんですけど、基本は使わない時は使わないです。使わないでください。外にも出さないで、バッグにしまってた方がいいと思います。で、使うときにつけるっていうのが重要です。よくね、基礎コマとか、すごい天気いい日、頭とかにこうやって、まあ、つけてる状態にするんですけど、頭の熱とかでここが曇っちゃうこともありますんで、外気温とこの内気温が一緒になるように、基本はつけ続けていただきたいかなと思ってます。で、もう一つ、外でつける。使うときにつける。っていうのは重要です。さっきの内気温外気温あったんですけど、それがないように基本外でつける、で使わなくなったら、ザックの中にしまう、そういったような対応が必要になってくるかなと思ってます。じゃあちょっとまとめますと、要はゴーグル、視界をクリアにするためには、この中にまあ熱であったりとか汗とかそういったものが入らないようにする必要があると。で、そういったことを考えると、バラクラバっていうのは基本こうつけてない状態で、つけるときっていうのは吹雪とかそういった状況になります。で、その時に行動をずーっとしていく中で、結構あったかくなってくると。で、暑すぎるものだと、多分基本的に、多分ゴーグルの中もすっごい寒い状況でも、汗とかがかいて、結果中がどんどんもくもくになると。もくもくもくになると、中にある水分が凍って、ゴーグルが使い物にならなくなります。そうなったら終わりです。こう外した状態で、
行くか。で、サングラスつけても風とか吹雪とかだと使い物になりません。そうなると、替えのゴーグルをもう一個持っていくとか、そういった必要性も出るんですけど、そうならないために、まずは薄手のもので、温度が高くなりすぎずに、汗とか、そういうのがかからないようにするっていうことを大事。なので、合わせ技で、こう、ゴーグルと、ゴーグルの基本、つけ続ける、外でつけるとかっていうところと、薄手のものとかっていうのを持っていく。この2個がやれば、私はね、もう最初ずっと曇りっぱなしだったんですけど、もう最近は曇ることがなくなりました。もし、曇ることにお悩みの方がいたら、バラクラバを変えてみるとかっていうのを考えてみてはいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ最後に、まあ、ここの説明は多分そんな難しい話じゃないので分かっていただいたかと思うんですけれども、もう一個言いたいのがね、最後に、いいゴーグル買ってください。ゴーグル。いいものを買ってください。これ3000円ぐらい、2、3000円で買ったネットのやつと、これが多分2万円ぐらいしたものなんですけど、ゴーグルが曇って見えなくなると外さざるを得なくなります。しかも、これをつけるってことは吹雪の状況で、目を、吹雪いてる中でやるっていうのは非常にストレスっていうところと危険リスクが増します。ってことを考えると、そもそもやっぱ曇りづらいモデルとか、しっかり高いものの方がやっぱり物がしっかりしているので絶対いいと思います。視界が悪い中で登山するっていうのは相当危ないと思うんで、やっぱりそこを考えるといいものを最初から買うことが雪山を楽しむ上でより必要になるんじゃないかなと思ってます。じゃあ今回これでバラクラバゴーグルもう僕は曇りません編、こちらで説明以上としようかなと思います。今回もご清聴いただきましてありがとうございました。